この村で10年に一度開かれる祭り、肉美祭。二つの首と書いて肉美と読むこの祭り、もともとは食べ物の肉に美しいと書いて肉美祭と呼ばれていた。祭りの際、テーブルに並べられる奇妙な食べ物、それは人間の胎児をスープにした料理。この村の長につく者は代々その食材を提供した者。村人から一番の美食であったと認められた食材を提供した者が次代の村の長となれる。結果、この村の長は代々女性が引き継ぐものとされる。